皆さんこんにちは。 GA ノベルナビゲーターの本土楓です。今年4月に創刊した GA ノベル、その創刊時から私本土がナビゲーターとして作品をご紹介しています。さてさて、6月の新刊を早速ご紹介します。まずは新作です。神級チートでハーレムゲット、可愛い天使と送る笑いと感動の神様ライフ。神様に転生、1000万回死んだら異世界で神になりました。作者は天野聖樹先生、イラストはコチモ先生です。冴えない主人公が神様に転生して異世界でモテまくりを目指す作品です。画面にはイラストが出ていると思いますけど、主人公の相棒となる天使が可愛いんですよ。とにかくモテたくて必死の主人公とのそのギャップをぜひお楽しみください。続きまして、先月第1巻が発売されてからの2ヶ月連続刊行となりますこちらの作品。今プロローグは終わり、本当のカロンファンタジアが始まる。カロンファンタジアオフライン2、クズ糸は外貨を紡ぐ。作者は穂積もぐり先生、イラストは白子みそ先生です。裁縫マニアの男子高校生が現実化したゲームの世界にこう巻き込まれていく作品なんですけども、なんと第2巻では主人公の成長とともに妹の親友、そして幼馴染という3人の女の子との関係がどうなっていくのかも見逃せないところです。最後に GA 文庫の大人気シリーズが装いも新たに登場、フォロンとコーティの物語第2弾、新曲爽快ポリフォニカロマンティッククリムゾン、クリムゾンシリーズ2。作者は榊一郎先生、イラストは神奈月昇先生です。今回もまた書き下ろしとなっている表紙のコーティカルテが可愛い。先月発売のウェイワードクリムゾンのコーティともまた違った魅力がありますよね。6月は以上3点のラインナップとなります。それではここで新作神様に転生、1000万回死んだら異世界で神になりましたのプロモーション動画をご覧いただきたいと思います。どうぞ。おめでとうございます。1000万回死亡しました。神様に転生です。天使の美少女セフィロスの導きで異世界最強の神に転生したサダメ。俺はこの世界に美少女信者のハーレムを築いてみせる。絶対にだ。いや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 、それは神様のお仕事じゃないですよね。神級チートでハーレムゲット、可愛い天使と送る笑いと感動の神様ライフ。神様に転生、1000万回死んだら異世界で神になりました。気楽で無敵な天地創造ファンタジー。いかがでしたでしょうか。ぜひぜひお手に取ってみてください。さあ皆さん、いよいよ夏が近づいてきましたね。 GA ノベルを楽しみながら、暑い時には水分をこまめにとって体調に気をつけてお過ごしください。ここまでのお相手は本土楓でした。バイバーイ。